ダーティハリー、ダーティハリー、現代、ダーティハリーは、1971年製作の、アメリカ合衆国の映画、ワーナーブラザース提供。サンフランシスコを舞台に、職務遂行のためには、暴力的な手段も辞さない、アイルランド系のハリー・キャラハン刑事が、ベトナム機関兵の変質強的連続殺人犯との、攻防を繰り広げるアクションへ、 組織と規律から逸脱していくアウトロー的、かつ直上傾向で信念を貫徹する性格の主人公をクリント・イーストウッドが演じた。1970年代のハリウッドアクション映画を代表する作品の一つであり、その後に撮影されたアクション映画にも影響を及ぼすほどであった。たびたびシリーズ化され、続編4作品、ダーティ・ハリーに、ダーティ・ハリーさん、 ダーティハリー4、これのみ、イーストウッド自身が監督、ダーティハリー5が制作された。サンフランシスコの、とあるホテル屋上のプールで泳いでいた女性が、何者かによって射殺される。捜査に当たるのは、通称、ダーティハリーと呼ばれる、サンフランシスコ市警察本部捜査課の、ハリー・キャラハン刑事。狙撃地点に残されたメモで、犯人は、スコルピオと名乗り、 死警察に10万ドルを要求。応じなければ、次はカトリックの司祭家黒人を殺すという。死警察は支払いを拒み、次の犯行を防ぐために、市内の高層ビルに多数の警察官を配置する。警戒中のヘリコプターが不審人物を発見するが、犯人を逃がしてしまう。犯人は10歳の黒人少年を殺害した後、さらに少女を誘拐し身の白金を要求する。 死は十万ドルの支払いを決意、金の引き渡しを、ハリーは命ぜられ、相棒のチコゴンザレスが車で後をつけることとな。犯人は銃を捨てたハリーを大出し、殺そうとするが、そこへ、チコが駆けつけて銃撃戦となる。チコは負傷するが、ハリーが隠し持っていたナイフを桃に突き立て、スコルピオは足を引きずりつつ逃走する。犯人が、傷の手当てを受けた、夜間病院の医師の話から、 ハリーは、スコルピオの居所を突き止めて追い詰め、刺し傷と重創の上を踏みつけて、少女の居場所を吐かせたが、少女はすでに死んでいた。さらに、ミランダ渓谷を無視した逮捕と自白強要が、違法とされ、その他決定的証拠もなく、結局犯人は放免される。知見のオフィスで、加害者にも人権はあるのだと悟されるハリーだが、被害者の人権は、誰が守るのか 逆に怒りをあらわにする。こうした中、スコルピオは、さらに黒人の無免許員に金を渡して、自分を殴らせ、それを、ハリーの仕業だと警察に届け出たことから、ハリーは、市長と上司のブレスラーによって、謹慎処分を受ける。スコルピオは、病院を退院すると酒屋で拳銃を強奪し、スクールバスをハイチャックする。橋の上から、バスの屋根に飛び乗ったハリーに対して、スコルピオは、 バスを捨て採石場に逃げ込み銃撃戦とな。採石場を出て近くの池で釣りをしていた少年を人質に取ったスコルピオだったが、ハリーの撃った弾丸は少年をかすめて肩に命中。拳銃を落とし、ハリーはいよいよスコルピオを追い詰める。スコルピオは落とした拳銃に一度手を伸ばすも躊躇する。それに対し挑発するハリー。結局、スコルピオは拳銃を取り、 ハリーを狙うも、一瞬早く重厚を向けたハリーに胴体を撃ち抜かれ、絶命、死体は池に落ちる。ハリーはポケットから、警察バッジを取り出すと、池に放り投げるのだった。それまで、B 級映画監督とされてきたドン・シーゲルと、テレビ西部劇、ローハイドやイタリアの低予算、マカロニウエスタンの役者程度にしか認識されていなかった。 クリント・イーストウッドが組んで放ったヒット作であり、ダーティーヒーローものの典型と見られている。この作品で、ドン・シーゲルは1970年代のハリウッドアクション映画を牽引する存在となった。また、イーストウッドもこの作品で、スターの地位を確立、自身の最大の当たり役となった。愉快犯的無差別殺人や、電話で、 警察やマスコミを翻弄する劇場型犯罪、ミランダ警告がなかったためにデュープロセスオブローに、反するとして凶悪犯が放免されるなど、当時のアメリカ社会の世相を反映させている。主人公のハリー・キャラハン役は、当初フランク・シナトラのために用意され、シナトラが辞退した後も、ロバート・ミッチャム、ジョン・ウェイン、スティーブ・マック・イーン、ポール・ニューマンなどへ、オファーされたと言われている。また、 そのため何度も脚本が書き直され、かなりの人の手を経て最終項が完成しており、ジョン・ミリアスがノンクレジットになっているのはそのためである。ただ、ジョン・ミリアス自身によると、彼が書いたいくつかの重要なセリフは本編でも使われており、クレジットされるだけの貢献はしていると思うのだがと述べている。初期項の中には、後に独特の作風で高い評価を得ることになる。 映画監督、テレンス・マリックの手になるものもあったという。ジョン・ウェインは、現代劇であることや、主人公の性格、過激な描写などから出演を断ったのだが、完成した作品を見てその出来の良さに出演を、断ったことをひどく後悔し、後にほとんど本作の焼き直しとも言えるような、マック級を作っている。また、ドンシー・ゲル監督の演出も高く評価しており、後に、自作の、 ラストシューテイストの監督にも起用しているちなみに、この作品が、ジョン・ウェインの遺作となった。ドン・シーゲル監督は、シリーズ化を予定していなかったため、第一作で、市長や警察組織に嫌気がさしたハリーがバッチを沼に、投げてしまうシーンで終わらせたと言われている。主人公、キャラハン・ケージの使用している銃は、S&WM29 という、 本来は狩猟用に開発されたものである。装填される弾丸は44マグナム弾直径1 1 2ト、mm、ル。この弾薬の威力は誇張して表現されていることが多い。映画の冒頭、ハリーに向かって突進する強盗の車に向けて発砲し走行を停止させるというシーンから44マグナムは車のエンジンを破壊できるなどと思われているが、 本作品内ではハリーはエンジン部分ではなく運転手を狙って発砲しており、あくまで運転手が死亡して車が停車しただけである。これが拡大解釈された影響なのか、本作以降のゲームや映画には拳銃にマグナム弾を装填、発砲し車の動きを止めたり爆発を起こさせるというシーンが多く見られる。キャラハンケージはスラングがかかった。 いくつかの決め台詞を発する。本作品中で銀行号当犯との銃撃戦後に犯人に向かって銃を突きつけたまま断装中にもう一発の弾丸が残っているかを通させるシーンとセリフ。You, they got to ask yourself one question.Do I feel lucky?Well do ya, punk, かけてみるか今日はついてるかどうなんだクソ野郎。は有名で。 アメリカ映画の名セリフベスト100にもランクインした。元来は狩猟用である大型拳銃をカーチェイスシーンなどで自在に振り回すキャラハンケージの姿は昨今のアニメや漫画などの創作物でもたびたび引用されるくらいに有名である。その後のアクション映画でも同様の大型拳銃を持った警察官がたびたび描かれることになった。楽しくご覧になりましたら 購読と良いです。クリックしてください。